はいでは今回はですねあのこのデジタルミキサーのスペシャルな機能っていう風に聞いてるんですけどもあの前回はシーンをこうメモリーしてそのシーンをまたロードして、えー、その設定を呼び戻すという操作を教えていただきました。はいはい、で今回はさらにワンンボタンで そのシーンだけじゃなくてあらゆるその設定をワンボタンでできるショートカットキーがあるって聞いたんですけどもそのことをちょっと教えていただけますかこのデジタルコンソールのこう一番右の真ん中にあるこうアサインバッうン、はい、あれですよね、はい、じゃあこのボトンにえっと1から8まであの8個のボトンがあるんですけれどもこう下にこっちにもこうビューボトンがあるんですよね。はい、このビューボトンを押したらここのののアサインのこう全体的なこのこう 機能をるこのセット A と B と C って書いてるんですよ。セット A にセット A にしてですねこのバトンがボトンが1番からですね8番まであるんですよ。ボタンね8個ありますからね。じゃあボトン1番にいてですねこのバトン1番を押したらいろんな機能を こう、設定することができるんですよね。いろいろ機能あります。そうですね。じゃ、最初は一番は、シンリコル、私たちが先放存した。はいはい。そうですね。一番の。それの、こう、ゆゆって書いてる。そですね。その詩の。呼びたいんですね。この詩の。じゃ。こういうように。 設定したら、はい、バトン1番でシンリコールのこの機能で1番のこの詞を呼ぶことができるように今設定してる、はい、そういうことですよね、はい、じゃあバットンの2番もちょっと設定したいと思うんですけども、はい、これ、えっと、色も変わるんですけどもこれバットン2番 2>、ねはい、今は2番ですよね、うんはい、これも設定して、うん、じゃあ今は、えっと、ジャンプとページはいはい。はい これ押しますよねじゃあジャンプトゥーページってこれ書いてある意味はバット2番を押したらですね一番こう画面で操作したいそういうページその画面がすぐ出るんですよ。ああなるほどワンボタンでその見たい画面が見られるっていうやつですよね。ページはい。じゃあ今はですねチャンネルでですねホームじゃなくイコライザ例えばボクシー先生のこのイコライザとかですねそれを早く早くこの画面で見たい。見たいとはい。 じゃこうなるとですねボッン2番を押したらジャンプとページのこの機能でチャンネルの1番1番の EQ 僕自然でか1番だと EQ のイコライザのそのページそのその情報がすぐこの画面に出るように設定されてることですよねじゃあこの押さえに1番と2番を今設定したんですけれども1番を押したらこの 1番と8番このチャンネルとイコライザー保存したものがまたも呼ぶことですよね分かりやすいに1番8番を探して他のフェーダーをちょっと開けてみますかねじゃあこれで1番押したらこれがバンと1番と8番さっき保存したものが呼ぶことですよねじゃあ1番押してみますねで押したらこの画面にですねじゃあ何て書いてます コンフォームですよね。この1番保存したそれを呼ぶことですよね。これ Yes ボタンを押したら、これが全部下げてですね、さっき保存したそのままの1番の8番のペーダーが上がると思うんですね。じゃあ行ってみますかね。はい。こういうにですね。で、1番押したら、この新メモリで1番で保存したそのままのセッティングが呼ぶことができるんですね。じゃああとは2番もさっき。 設定したんですけども、この2番はえっと1番のイコライジャーのそのカーメの早く見組いということですよね。じゃこの2番を押しつですね。ちょっとカーメが変わると思うんですよ。じゃ押してみますかね。はい。はい。こういうはい変わりますよね。もう1回でそうですね。じゃそういうのをセッティングセッティングすればもう細かく最大で8個メモリーできるということですね。まあセット A で8個。 ああ、そっかそっか、セット A、B、C がありましたみたそうですね。ああ、だから 24, 24ボタンまで全部できるんですよね。おお、それはいいですね。はいはいはい、うん。だからもっと複雑なあの操作をこうワンボタンでできる、もしくはワンボタンツーボタンでできるっていうのはうです、ね、かなりあのデジタルミキサーの強みですよね。不調境会では、はい、あの一レイヤーを一番で、あ二<ー>レイヤーを E 番に、まあそ,そうする場合が結構多い,いですよね。あ,あ、それであの担当者も変わったりしますもんね。そうですね。と、はい、なると、まあ礼拝ごとにこうすぐに切り替えられる、それすごく便利な機能ですね。そうです。あ、はい、ありがとうございました。じゃ今回はですね、あのー、このワンボタンアサインボタン、えー、ショートカットキー、いわゆるショートカットキーで、えー、この電 デジタルミキサーのさまざまな操作、このセッティングをワンボタンもしくはツーボタンで呼び出せる機能。それを教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。